ユーナの日、まあコロナじゃなかったらカタルーナ全域から大型バスでとか電車とかですごい数の人数が来てカタルーナ日を祝うのかな、よくわからないんだけど、今日カタルーナ日っていうのは300年前やったかな、カタルーナ王国がスペインに負けた日かな。300年もずっとまた独立を願ってこういう風な日になんかやってるんやろね。まあこういうデモは朝からやってるんやけど、今夕方6時なんやけど、一応7時ぐらいまではちゃんとしたこういう年寄りとか子供たちも参加するような感じやけど、ちょっと暗くなってきてからはもうあとは若者たちの暴れたい奴ら、不満持ってる政府とか警察に不満持ってる奴らが、街を破壊していくから、その辺がどういう風にしてこういうデモ変わっていくのかっていうのを撮っていけたら面白いかなと思って、まあちょっと暗くなるまでその辺のバルで休憩でもしてこな。それじゃまた後で。ちょっと暗くなってきたね。今何時？7時35分か。ちょっとそろそろ暴れるやつでも探しに行きますか。これ銀行も破壊されんように鉄の扉で蓋しとるね。朝の場将軍かなの銅像、慰霊碑かな、両方かな。まあこの人たちも暗くなるのを待ってるんでしょう。お年寄りとか子供たちが帰るのを待ってるんじゃない。あんまり近く行ってカメラ持ってたら結構殴られそうな感じです。遠目から行きます。さあ、安全なデモの人はもう今帰っていくね。どんどんこっから残る人が結構暴れる人かな。まあこれもあれやろね、いろいろ日頃からの不満があるから若いやつとかは暴れてくるのね。ほら来たよ。ちなみにあそこはスペインの警察署、スペインの警察署やからみんな襲撃しに行くんじゃない、警察署。ほら警察署に物とか掘っとるな。
りみんなここの警察署向かってくるから向こうからこういうように2つの道路を塞いどるな。すごい掃除の人も大変やな。悪いやつを追っ払ったってやつだな、向こうの方に。もうちょい暗くなったらほんまやろね、警察も悪い人らも。今8時8分やっぱ8時から来たな。まあ一応公式のデモとか公式の行事は全部終わったよね。今からがいろいろ意見がある人がなんかやんやろうね。難しいもんだよな。現在8時半、ちょっとなんか落ち着いてる感じやね。なんかあそこでやってるけどいつもいる結構ヤバい人らは全然おらへんな。よし、全然なんか平和的やね、ここは。来てた掃除の人らが一斉にガーってもう掃除始めました。もう通行止め終わるってことやね、これ。もう掃除部隊がぶわーって来ました。真横で待機したんだ。大したことなく終わりました。もうちょっとすごいのあるかなと思ったけど今日は全然なかったね。落ち着いて終わりました。終了です。さよなら。